お邪魔します。キリトさんいらっしゃいますか？こんにちはです。いらっしゃい。道に迷わなかった？いや、ちょうどよかった。今みんな集まっているところでさ。この前の打ち上げではろくに紹介もできなかったから、改めて挨拶させてもらうよ。はいはい、私から行きます。私はリズベット。 GGO では武器の改造を専門的に扱ってるの。武器を改造したり強化するなら声かけてね。もちろん手数料はいただきますけど。ほう、手数料か。ぼったくられないよう気をつけるんだな。やあね、商人さんと違って私は職人なの。値段はいつも適正価格よ。私はリーファー、仲良くしてね。特技は空を飛ぶ速さなら誰にも負けないんだけど。空を飛ぶ？あ、もしかして ALO？ そうそう、アルブヘイムオンラインっていうファンタジー系の VRMMO をやっていたの。そこではね、プレイヤーは妖精になって自由に空を飛べるんだ。もちろんこっちの銃の世界も楽しいけどね。リーファさんの気持ちわかります。今までは剣や魔法がメインだったから、ここは新鮮ですよね。あ、私はシリカと言います。このピノちゃんってもしかして新規実装されたペットじゃないの？かなりレアなのにもう手に入れたなんてやるわね。あ、ピナは私と一緒にコンバートしてきた子なんです。確かに珍しい子なんですけど、 GGO 生まれじゃないんですよ。でもいくらレアとは言ってもシリカみたいにペットと一緒に行動してる人なんてほとんど見かけないわね。ペットは戦闘に参加するわけじゃないし、GGO だと戦闘にコストをかけたいってプレイヤーの方が多くて。わかるぜ。リアルマネーが関わってくるとコストについてもシビアになるよな。俺もこの銃弾で昼飯代だなとかついつい計算しちまうし。そうなのよ、レアドロップを狙いに行くのもコストがかかるし。同じレアものだったら GGO のプレイヤーは武器を取るわね。あとペットって何よりも費用がすごくかさむらしくって、完全に高レベルプレイヤー向け、やり込み要素らしいのよね。そういえばピナがいつもよりたくさんご飯を食べるような気が。もしかしてもうお腹が空いちゃった？あの、私ピナのご飯代のために頑張りますから、いっぱい誘ってくださいね。よろしくお願いします。そしてこちらがシノイよ。特技は狙撃かな。よろしく。シノノンの狙撃の腕前はトップクラスよ。3000メートル先の標的に当てちゃうんだから。3000メートル？ありえない。普通はせいぜい1000メートル先くらいだよね。はい、これはプレイヤースキルで補正しないと不可能に近い行為ですね。小さいアバターあるんだ。150センチくらいの女性型アバターがあるとは聞いていたけど。こんにちは、ユイです。この前パパとママと戦った方たちですね。
パ？ああ、ユイは俺とアスナの子供なんだ。こら、あまりリアルのことを聞いちゃマナー違反だよ。正直、すごく気になるけど。一応言っておくけど、まだおじさんと呼ばれる年ではないよ、絶対に。ねえキリト君、この人たちになら話してもいいんじゃない？そうだな。実はユイは外部からログインさせた AI なんだ。ザスカ、運営会社には内緒にしておいてほしいんだけど。驚きました。ユイは人間ではないのですか？ああ、人間のように見えるけどアファシスと同じ AI なんだ。ステータスを見る限り GGO のプレイヤーと全く同じみたいだけど。 GGO に連れて行くためにアカウントを取ったんだよ。ちゃんと月々の接続料も払ってる。よくわかりませんが、そんなこともあるんですね。知らないことばかりなので、いろいろと教えてください。はい、アファシスさん、これから仲良くしてください。ユイちゃんとは以前プレイしたゲームで出会ってね。それからずっと私とキリト君の大事な子なの。そうなんだ。 AI って聞いて驚いたけど、キリトさんたちの家族なんだね。よろしくね、ユイちゃん。はい、よろしくお願いします。で、まあ俺とアスナは結婚しているんだ。あくまでも前のゲーム、それもシステム上の話だけどね。GGO にも結婚システムがあればいいのに。まあ、そういうタイプのゲームではないような。おい、そろそろ俺たちも紹介してくれよ。おっと、忘れてたよ。おいキリト、しょっぱだから扱いひでえぞ。悪い悪い、こっちの大きいのがエギル。ナイストゥーミーチュー。この前は急に武器を売ってくれと言ってしまって悪かったな。 UFG についてザスカーから発表があったのは知っているか？今後はレア武器として実装されるそうだ。俺も近いうちに手に入れてみせるからレクチャーしてくれよ。最後に出てくるのが主役ってもんだよな。俺の名前はクライン。このメンバーの要、頼れるお兄さん、ムードメーカー。 GGO 女性プレイヤーの熱い視線を一身に集めるのがこの俺。ちなみに絶賛彼女募集中。クライン、あんたというやつはこの冷え切った空気どうしてくれんのよ。ほんとすごく寒いわ。ひでえ、シノンさんの氷の視線が身にしみるぜ。ここにいるのはこれで全員かな。他にも仲間は何人かいるけど、今度また紹介するよ。キリトさんのスコードロンの名前はなんていうの？スコードロンは作っていないんだ。狩りに行くときとか必要に応じてパーティーを組んではいるけど、みんな付き合いの長い連中だからスコードロンのシステムはあまり必要ないかな。なあ、今までいくつかのゲームを一緒にプレイしていたんだけど、剣や魔法のファンタジー系ゲームばかりだったんだ。だから
ガンゲーの GGO に興味があってさ、みんなも来るって言うからまとめてコンバードしてきたんだよ。でもキリト君はここでも剣を使っているけどね。銃だって使っているさ、サブウェポンだけど。はいはい、それよりまだ本題を言ってないよキリト君。まあそうだった、君は GGO に来て日も浅いだろ。よかったら俺たちがシステムやスキルについて説明するよ。